フロドバギンズ、フロドバギンズ、第3期2968年9月22日帯は JRR ルキンの中津国を舞台とした小説指輪物語の登場人物。賢く慈悲に満ち溢れたホビットで、その情け深さこそが物語最大のテーマの一つでもある。父はドロゴバギンズ。母はプリムラブランディバック。養父はビルボバギンズ。 1980年に両親をボートの事故によって失い、当時12歳だったフロドは母方のブランディバック家に引き取られた。百9 8 9年にビルボ・バギンズがフロドの保護者となった。フロドはビルボをおじと呼んでいたが、フロドの母はビルボのいとこであり、父はビルボのまたいとこであったから、フロドは実際にはビルボのいとこの子にあたる。 当時フロドはまだ二十一歳であり、コビットの青年である三十三歳にはまだ遠かった。ビルボには子供がなかったためにフロドを後継ぎとして養子にし、袋小路屋敷に招いて共に暮らしたのである。ビルボとフロドは誕生日が同じ九月二十二日であり、ビルボがフロドよりも七十八歳年長であった。指輪物語の冒頭で三千一年九月十二日に、 フロドとビルボは、それぞれ33歳と111歳の誕生日を祝っている。祝いの後ビルボは避けた逃げ去り、ビルボが持っていた魔法の指輪はフロドに託された。ガンダルフはフロドに指輪は、決して使ってはならず、秘密にしておくべきであると警告した。この時点では、ガンダルフはこの指輪が力の指輪であることを確信してはいなかった。 フロドは17年の間成人した時のままの若さと指輪の秘密を保ち続けた。3018年にガンダルフが戻ってきて指輪が他ならぬ一つの指輪であることを確認した。ガンダルフはフロドをフロドの友人でありお抱えの庭師であったサムアイズ・ヤムジーと共に送り出した。これにペレグリントゥックとメリアドク・ブランディバックが加わり、後にブリームラハセオットが加わって、 酒谷へ向かった。旅の最中ナズグールの狩猟、アングマールの魔王にモルグルの探検で肩を刺されて、瀕死の重傷を負うが、酒谷の貴族グロールフィンデルの迎えに助けられ、酒谷でエルロンドに癒された。エルロンドの会議で一つの指輪をオロドルインの滅びの、ひびレツへ投げ込んで破壊するべきだと決定され、指輪所持者であるフロドを守るために九人の指輪の仲間が決された。 指輪の仲間は、モルドールを目指したが、モリアデのバルログとの戦いで、ガンダルフを失い、ネンヒソエルの湖のほとりパレスガルンで、ボロミアが指輪に見せられ、それに前後して、アイゼンガルドの多くの襲撃を受けて一行は離散した。その後は、サムと二人で旅をするが、エミンムイルの岩山で、かつての指輪所持者コクリと出会い、従者とした。エミンムイル、死者の沼地を抜け、 モルドールの正門であるクロモンは通らず、ごくりの案内で、キリス・ウンボルの階段を通った。キリス・ウンボルの主である巨大なクモシエロブに毒針を刺され、貸し状態になり、キリス・ウンボルの塔の多くたちに連れ去られるも、サムの活躍で救い出され、モルドールへ潜入した。多くの苦難を乗り越え、ついに滅びの山、オロドルインにて、最後の最後の土壇場で、指輪の誘惑に屈してしまうものの、 意外なものの助けにより、使命を果たし、名王を滅ぼした後ホビット賞へと帰還した。水の変村の戦いにおいてフロドが剣を抜くことはなく、彼はホビット賞の住人の無益な殺人を制した。フロドは旅の間、貫き丸、スティングという名のエルフの探検を帯び、マントの下にミスリル製のドワーフの鎖片らを身につけていた。これらはビルボから与えられたものである。 ロスローリエンで、ガラドリエルは、フロドの旅を助けるために、エルフのマントとエアレンディルの星の光を閉じ込めたを、与えた。指輪を滅ぼす旅から帰還して2年が過ぎても、指輪戦争で、フロドが受けた3つの傷は、決して完全に癒えることがなく、安穏な暮らしを得ることはできなかった。指輪所持者であったフロドとビルボは、バリノールへ旅する許しを得た。 二人は3021年9月29日に、サム、メリー、ピッピに見送られ、ガンダルフ、エルロンド、ガラドリエルラと共に、エルフの白い船で、灰色港から船でした。フロドには、子供がおらず、彼の財産は、赤表紙本と共に、サムアイズ・ヤムジーに残された。指輪物語の内容は、劇中の言語、正方語から英語に翻訳されたという体裁を、 とっている。フロドバギンズ、フロドバゲンスの名前もマウララ・ウィンギの英語への翻訳とい設定である。マウラにはマウアン献気者という要素が含まれるため、トールキンは同じ意味を持つゲルマン語の要素フロットへと訳したのである。シンガール語ではフロドの名前はヨラエルであった。ドイツ語訳ではフロドの名はフロドビュートリンとなっており、スペイン語訳ではフロドボールソン。 フランス語訳ではフラダンサクット、ノルウェー語訳ではフロド・ラマラーン、デンマーク語訳ではフロド・セコー、フェロー語訳ではフロシー・ピー・ジョキン、フィンランド語訳ではフロド・レ・パリー、オランダ語訳ではフロド・ベイリングスである。三つあるポーランド語の翻訳のうち、一つではフロド・バガススとなっているが、残りの二つではフロド・バゲンスを使用している。 日本語訳のフロードバギンズは元の名前の音訳である。ニューラインシネマによる映画ロード・オブ・ザ・リングではアメリカ人俳優のイライ・ジャウッドがフロードを演じた。これよりも前に公開された BBC ラジオ版ではイギリス人俳優のヤン・ホルムがフロードを演じた。その縁でホルムは映画ではフロードの養父であるビルボーを演じている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。